海道。皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうたろうです。ひかりです。兄貴です。妹です。はい、始まりました兄弟道チャンネル。今日はキックボクシングで美脚腹筋ドー。それでは早速始めていきます。よっしゃ。この動画の最後にはこのトレーニングと組み合わせてやるとさらに効果が上がる兄弟道メニューもご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。 Let's go。膝蹴りからいきます。それでは5、4、3、2、1とカウントダウントレーニングを使って行っていきます。まずは1セット目ゆっくりいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、1、2、3、4、反対、1、2、3、4、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、はい、1、2、次はガードを、はい、外に出して、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、はい、1、2、3、4、1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、はい、1、2、はい、次エルボー横から、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、ウエストに効かしますよ、はい、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、次は斜め下から打ちます。1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、1、2、3、はい、1、2、3、はい、1、2、はい、1、2、はい、1、1、OK。 これで1セット終了。全然愛言わへんやん。まあ練習かなと思ったんで、これいるやろ。OK。 2セット目いきまーす。膝蹴りからレディーゴー。1、2、3、4、5、イエイ。1、2、3、リズム悪いなー。ゴー、イエイ。1、2、3、4、イエイ。それそれそれ、3、4、イエイ。1、2、3、イエイ。1、2、3、1、2、1、1、ガード1、2、3、4、5、あー言うたな途中で、3、4、5、1、2、3、4、1、2、しっかりガードして、そう、1、2、3、1、2、3、ちゃんと、はい、タイミングよく言ってください。OK です。OK です。それでは、ラウンド3。
じゃあいきますよ、膝蹴りから。いきます、レディー、ゴー。1、2、3、4、5。1、2。さあ膝の位置もっと上げて。1、2、3、4。1、2、3、4。ボクシングの動きを行っていきましたけれども、リズミックボクシング創始者であり私たちの父高橋内野は格闘技をフィットネス化させた第一人者なんですね。そしてなんとこのキックボクシングに関してもすごいエピソードがありまして、リズミックボクシングの会員様の一人をですね、なんと TU がトレーナーをして、アマチュアのすごいキックボクシングの団体あるんですが、 ISKA の世界チャンピオンがリズミックボクシングから誕生したこともあります。それぐらいですね、リズミックボクシングの動きはただ単に音楽に格闘技の動きを合わせただけではなく、本当に理にかなった動きをたくさん取り入れていつもレッスンをさせていただいています。このキックボクシングのレッスンまた受けてみて、美脚かっこいいお腹をゲットしてみてください。では今回の兄弟のメニューをご紹介いたします。まず1つ目、美脚にさらになりたい方は美脚美尻バウンドをこのトレーニングの前にやってからこのトレーニングやってみてください。腹筋をもっと鍛えたいという方は先に腹筋動をやってからこのトレーニングをやってみてください。いいね。もちろん腹筋動をやって美脚美尻バウンドやってこれやっても OK です。それはめっちゃ効く、めちゃくちゃかっこいい体になりますよ。ぜひやってみてください。では兄弟動チャンネルのチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また来週。兄弟道全然準備してないやん。